こんにちは、ナイニンみだ。今回は VT 新発売のコスメをご紹介したいと思います。VT はコスパが良くてデイリーに使いやすいから好きなんだけど、その VT から2つ新しいラインが発売されました。1つがじゃーん、VT しかコラーゲンラインです。これは今の乾燥の時期とかアンチエイジングをしたい方におすすめ。例えばこんな経験ありませんか？お肌がパサつくとか、肌の張りがなくなってきたとか、マスクの跡、枕の跡がなかなか消えないとか、そんな方は今すぐエイジングケアを始めた方がいいです。こちらのラインはシカと300ダルトン低分子コラーゲンが集中的に張りと保湿鎮静ケアが叶うラインになってるんですね。この低分子コラーゲンっていうのがキーポイントになっていて、動物性より約42倍高い吸収率の300ダルトン低分子コラーゲンで、肌に素早く吸収されるようになってるんですね。さらに大豆プラセンタっていうのが入っていて、より肌に弾力感をアップしてくれるんです。はい、じゃあ一つ目が VT シカコラーゲンエッセンスです。こちらは6種類のペプチドが入っていて、しっかりと保湿ケアをしながらハリ感を出してくれるようなブースターエッセンスになってるんですね。もちっとしたテクスチャーがミルキーに吸収されて、お肌にハリ感を出してくれるんです。本当にこうねっとり、見えるかな、すごいもっちりねっとりしてるでしょ。はあ、まさにコラーゲンだなっていう感じで、これがお肌にハリと弾力を与えてくれるんです。次はこちら、シカコラーゲンマスクです。私が大好きなシカのシートマスクなんですけど、そのコラーゲンバージョンですね。さっきのエッセンスでブースティングしたお肌にこちらのマスクを使うと、しっかりと密封してお肌をもっちりと仕上げてくれるんです。とにかく VT のシートマスクはピタッとね、薄いシートがお肌に密着してくれる感じがあって、もうデイリー使いに本当におすすめ。次は VT シカコラーゲンクリームです。最後はクリームで仕上げですね。しっかりとね、保湿してくれて栄養補給とハリ感を出してくれるようなクリームになっています。ベタつく感じはなくって、お肌がツヤッとする感じですね。とにかくこのコラーゲンラインはかなり保湿力が高いから、本当にこの乾燥の時期、冬とかにはめちゃめちゃおすすめ。さらにハリと弾力を出してくれるからエイジングケアもできるし、まあシカが入ってるからもちろん鎮静もできるわけ。お肌が敏感の人でエイジングケアもしたいっていう方はぜひぜひ試してほしい。あとは小じわが気になる人とかもね、早いうちからケアしておかないと後々大変なことになっちゃうので、乾燥してると余計小じわって目立ってくるから、もう年齢問わず使ってほしいラインです。次はじゃーん、 VT レチノール A ラインです。最近レチノール韓国で本当にいろいろなブランドから出てるけど、やっと VT からも発売されました。そもそもレチノールって何よっていう方に向けて簡単に説明しますね。お肌は本来28日の周期で新しいお肌にこう生まれ変わってるわけなんですよ。でもどうしてもそのターンオーバーっていうのが乱れてくると、どん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 角質が厚くなってきちゃうんですね。それによって肌がごわついてきたりとか、いろいろなお肌トラブルを招いてしまうんですね。そこでレチノールを使うことでお肌のターンオーバーを促進してくれて、肌のキメを整えたりとか毛穴が小さくなったりとか、あとは古い角質が取れるから、まあ、シミだったりニキビ跡とか、お肌のターンオーバーを正常化してくれるから、過剰な皮脂の分泌を抑えてくれるっていう効果もあるんですね。だから結構なんかオイリー肌とか、それによってニキビができやすい方とかにもおすすめ。あとはね、お肌がピーンって張る感じがあるから、シワが気になってる方にもめちゃめちゃいい。でレチノールって本当にいろいろなブランドから出ていて、もう私もね本当いろいろなところ試したんだけど、やっぱり中では結構ね皮むけが激しいものとかもあったりするんですよ。でそうするとすごい顔が真っ赤になったりとか、メイクするとなんか皮がボロボロして汚い状態になっちゃって、メイクなんて到底できない状態になっちゃったりとか、そういうのもあるんですけど、このVT はですね、初心者にめちゃめちゃ使いやすい処方になってるんですね。もうパリピリなし、パリパリピリピリで、成分の特徴なんですけれども、もちろん VT だから鎮静に効果的なシカプラスレチノール、あとはヒアルロン酸も入っているからしっかり水分を満たしてくれたりとか、レチノールプラスバクチオールまで加わっているから、もうとにかくお肌が滑らかになって健康なお肌に導いてくれるんですね。あとは LHA っていう酸の成分ですね。
ね。これが健康なお肌の pH5.5 とほぼ同じ pH を持つので、マイルドに角質ケアができちゃうんです。一つ目が VT 歯科レチエエッセンス 0.1 です。レチノール 0.1% で、こちらはすでにレチノールを使ったことがある方におすすめなエッセンスです。しっとりさっぱりとしたテクスチャーで、滑らかで張り感のあるお肌に導いてくれるんです。使い方のティップはエンドウ豆ほど出してからお肌に伸ばしていきます。次はこちらVT レチエクリーム 0.05 です。こちらはレチノール 0.05%、 つまりレチノール初心者にすごくおすすめな処方になってるんですね。テクスチャーは結構クリーミーな感じで、しっかりケアしたい部分には重ね塗りをしたりとか、敏感な部分には必要箇所だけ使えるようなレチノールクリームになっています。使い方のティップなんですけれども、レチノール初心者さんはスキンケア最後の段階で米粒ぐらいの大きさを出してから気になる部分に伸ばしていきます。で、2、3週間ぐらい使って刺激に慣れてきたら、エンドウ豆ぐらいの大きさにして量をちょっとずつこう増やしていって OK です。もしレチノール経験者であれば、もう最初からエンドウ豆ぐらいの大きさ出しちゃって OK で、2、3週間ぐらい使って気になる部分に米粒ぐらいを出してから、こう重ね塗り、部分的にこう重ね塗りして使うっていうのがいいかと思います。さらにね、こちらは普段のスキンケアにプラスアルファで使えるわけよ。だからまあ一番最後の段階で使ってもいいんだけど、普段持ってるクリームあるでしょ、そういうのに米粒ぐらい出してこう混ぜて使っていっても全然 OK。 そういう感じで普段のものにこうプラスアルファして使えるから、初心者でちょっとずつ慣らしていきたいなっていう方はそのようにして使ってみてください。私はね、基本レチノールは夜しか使わないんだけど、もし朝も使いたいっていう方は必ず出かける前に日焼け止めを塗ってから出かけるようにしてください。とにかくね、この VT のレチノールラインっていうのが初心者さんでも使いやすいし、経験者さんでもしっかり効果が出やすい。そしてパリピリがない、パリパリピリピリがない。だからデイリーに使いやすいでしょ。レチノールっていうのはやっぱり毛穴だったりとかシワ、ハリ、もうこれをね全部一度にケアできちゃうんですよ。だからアンチエイジングもしたいなーっていう方はね、ぜひぜひさっきのコラーゲンラインにプラスアルファしてね、持っておくとすごくいいと思います。はい、っていう感じで VT からね新しいラインが発売されたんですけれども、どっちもね本当にデイリー使いにすごくおすすめなので、ぜひぜひチェックしてみてください。購入先はすべて概要欄に貼り付けておくので、そちらからチェックしてみてください。ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもやってるのでインスタもフォローしてくれると嬉しいです。クラーン、ウリン、タウメマンだよ。